ここにいる全員で全国制覇をするために最後の中大年は全力でやっていきます。終わります。大丈夫ですか？まだ言い残したことは大丈夫ですか？もよかったら中音でできるかい？分かる前に、今日はこのような会を開いていただきありがとうございます。自分たちは新人戦で祝辞で負けたので、中大連は周りを見返して全国制覇をしたいと思います。なので最後まで応援をよろしくお願いします。もう見えてる。どうも。声が小さいね。今日はこのような感じでありがとうございます。新人戦で祝辞で負けて、その時は自分がゲームなりのキャプテンをしていて、すごく悔しかったので、この中大連でこの悔しさを晴らすために絶対に全国制覇をして、このチームで笑って終わりたいです。そのためには自分がフォワードでたくさん点を決めないと勝てないので、必ずこのチームを勝利に導きます。頑張ります。頑張れ。どうも。今日はこのような会をやっていただきありがとうございます。新人戦では祝辞で負けてしまったので、中大連で全国制覇するために残りの約2週間もっと自分を追い込んで頑張りますので、応援よろしくお願いします。してねえし、そう、2連続っていうのはなんかちょっと気が進まないのでやっております。いや、どうぞ遠慮なく。今年の夏の中大連はメンバーで活躍することはあまりないかもしれないけど、その下の部分に陰でのサポートもしっかりとやっていこうと思います。俺がやろ。ありがとうございました。うるせえの前回と前々回は自分は当たり前体操をやらせていただいたんですが、まあ、今回は少しモノマネをさせていただきます。小道具があるわけ。仕込みがありますでしょ。
ではマイケル・ジャクソンのモノマネをさせていただきます。それではお願いいたします。
います。正解の拍手をお願いします。こんばんは。今回はこのような会を開いていただいてありがとうございます。去年は先輩たちに全国大会という舞台を見せていただいたので、今年も1年生に自分たちが全国大会を見せれるように頑張りますので、よろしくお願いします。自分たちのためにこのような会を開いていただいてありがとうございます。今年は絶対全部世話をして笑顔で終わりたいです。よろしくお願いします。じゃあ僕も何かやります。じゃあ一発消します。夢中で頑張る君へ
それでは河原君、つなぎの方をお願いいたします。どうした？よしになってやっほーよしになった人、見てやってゆうかよしありがとうございました。ありがとうございます。ここまでこう、ね、チームメイトの男気を見せてもらったらきちんと決めていただきたいなと思いますので、お願いします。それまでにちょっと打ち合わせお願いします。